今回はカンジャニエイトのオリジナルメンバー8人の2種の対比と徴工用人をマトリックスにして鑑定してみました。この手法は職場などの人間関係にも応用できます。履歴一覧からそれぞれ8人の名式を呼び出します。 8人のそれぞれの日種調考用人はこのようになりますまずそれぞれの日種をマトリックスにしています自分の日種から相手の日種を見て通変性対象表でどの通変になるか求めて書き込んでいったものがこれです マトリックスで黄色に塗ってある危険・合罪がある場合はお互いが自分のペースで振る舞って相手に干渉・束縛をすると破綻する関係ということですつまり職場でもどこでも一番気をつけるべき関係ということになります逆に自分の行に危険・合罪がない人はとりあえず大丈夫だと判断できます 関ジャニトの場合は現メンバーの大倉さんと脱退した渋谷さん、錦戸さんを除いた5人は誰かと被検・合罪の関係であることが分かります次に愛症診断でよく使用する徴工用人をマトリックスにして分析しています超高要人は 自分の兆候用心が相手の命にある場合は相手を好きになる相手によって自分の運気が上がるというものです自分自身の命に持っている場合は相手に頼らずとも自分で運気を上げるということができるようになりますこの表は縦の列が自分が持っている兆候用心 横の行は相手の銘にある勘ということになります。自分の聴講用字が相手の銘にある場合には丸になります。自分自身で持っている場合にはさらにこれが黄色になります。関ジャニエトでは現メンバー5人では安田さんの銘に 横山さん、丸山さん、大倉さんの兆候用人がありますが安田さん自身と村上さんは兆候用人を持っている相手がいませんつまり運気を上げてくれる相手がいないということになります。脱退した内さんを見ると村上さんと安田さんの兆候用人を名に持っていることがわかります。用人で考えると、 患者にエイトのオリジナルメンバーの8人では、安田さんと内さんの存在がグループの中で大事であったということがわかります。このように、愛性診断で使うニッシュの対比や超高用人は、マトリックスに整理してみると、グループのメンバーの関係性が理解しやすくなります。 今回はここまでです。